札幌日経オープンということでやっていきたいと思います。三月ペガム総水8でございます。こちら札幌の芝 2600m 戦、まあ函館札幌のねこの芝2600シリーズ、しかも洋芝っていうのが、まあ、結構ステイヤー、それも日本への適性がこう欠けてるようなタイプみたいなものがねよく穴を開けるんで、そういうのを中心に拾ってって大きい馬券が取りたいなと思ったけど、いつも消灯数でそこまで大きくならないってやつですね、やってみたいと思います。まずはね3番のタイムオブフライト前売りをネットけば想定4番人気、将来ステークス2着、大阪ハンブルクカップ3着と、まあ、大阪ハンブルクカップもね最近は阪神の芝2500ではなく2600で行われる年一のレースみたいな感じになってて、まあこの特殊な距離って感覚がさらに一層増してるんだけれども、まあ、前走はねハンデ戦でしたからね、ハンブルクカップはね、まあ筋量4キロ増えますが適性のあるというところで見ていきたいと思います。まあ、そして5番の君の名はマリア、まあ、前走函館でオープン入りしてますね、まあ、勢いのある洋芝血統っていうあたりをまあ重点的に見てですね、ね入れておきたいと思います。そして6番のプラチナトレジャー想定7番人気、まあ、前走もね重賞掲示板に来てますしね、その前の戦績を見ても、まあ、去年も準オープンで不振の時期に札幌で函館かなで走ってね、そこそこ着差がなかったりして、そこから調子を取り戻したような感もありますからね、まあ入れておきたいと思います。そして8番の湘南バシット北海道2戦目、まあ距離延長でね狙いたいタイプというふうに見て入れておきたいと思います。まあ、そして10番のアドマイアハレ、まあ、昇級3戦目でね相手も弱化しますし、まあ、このタイプがねちょうどその札幌芝2600に合うのかなっていう感でいるんでね、まあそんな感じで今回はやってみたいと思います。というわけでいつも通りですね、またチャンネル登録とよろしくお願いいたします。以上ハッチーでした。